パレンバン空挺作戦における、低身兵各種専用装具を着用した、低身兵、低身連隊とは、大日本帝国陸軍の部隊編成の一つで、空挺作戦用の空挺部隊である。第二次世界大戦時に創設され、パレンバン空挺作戦などを行った。通称は、低身部隊、陸軍落下山部隊、陸軍空挺部隊など。愛称は、空の新兵へ。 帝身連隊は複数個連隊や支援物体を合わせた旅団に相当する団である帝身団を構成し戦闘序列に編入され対戦後期にはさらなる上級部隊として師団に相当する集団である帝身集団が編成された帝国陸軍における帝身連隊の軍隊符号は D 帝身団は RB 帝身集団は RD 本校では グライダー空挺部隊である滑空不評連隊についても衝述する。なお、日本陸軍は第二次大戦末期の師団や旅団といった地上部隊の一部に停戦大隊という部隊を変合わしているが、これは空挺部隊ではなくコマンド部隊の性格を持つ不評であった。急日本軍の用語で帝戦とは、 主力から飛び離れて進むことであり、それ自体ではエアボーンを意味しない。例として、日露戦争中の長沼停心隊は、騎兵コマンド部隊、マレー作戦における再帰停進隊は、戦車と装甲車を主体とするコマンド部隊、対戦末期の海上停心戦隊は終停を、操うして機関船に肉薄攻撃する特殊攻撃部隊であった。そのため、エアボーンに限定するには、 空輸挺身ないし、空中挺身を略した、日本陸軍の造語である、空挺と称することになる。また、挺身の同二義語である、挺身の表記は語気であり、これら空挺部隊やコマンド部隊などについては、挺身と正式に表記することにも注意を要する。部隊マーク挺身部隊は落下山を意象化した、部隊マークを使用しており、 低身兵は気象にした部隊マークを軍服に廃用するなどした。また、この衣装は低身飛行船隊等の部隊マークとしても使用され所属輸送機の垂直尾翼に描かれていた。このほか空中勤務者を意味する空中勤務者教唱や船舶兵を意味する船舶教唱などと同じく、低身兵には翼を広げた詩を衣装化した。 低身部隊降下者用特別表彰が制定され、部隊長を含む降下者たる、低身兵は、軍服や降下服などに、これを廃用した。2020年、一般社団法人空の新兵令検証費五次会が、部隊マークを特許庁に申請し、商標登録として認められた。第二次世界大戦初期のドイツ軍空挺部隊の、 活躍に刺激された日本陸軍は空挺部隊と空挺兵の創設育成に着手した。1940年秋より、朝日新聞社から提供を受けたアメリカ陸軍空挺部隊の写真を参考に研究が始まり、浜松陸軍飛行学校に練習部を設置して、機材や人員を徐々に整えた。読売運営落下3頭での練習を経て、 1941年2月20日に、初の友人降下に成功した。その後、5月に、満州の白木小陸軍飛行学校に拠点を移し、10月には、本土、宮崎県に歌わる、カラセバルに帰還して、陸軍挺身練習部となった。11月5日に、最初の空挺部隊である共同挺身第1、連隊が編成された。 パレンバンに降下する停震部隊太平洋戦争開戦直前の12月4日には停震第一連隊と輸送機により空挺兵や物資の輸送効果を担当する飛行船体である停震飛行船体からなる第一停震団が編成完結した。まもなく停震第二連隊も編成された。開戦後、ライン作戦における スマトラ島バレンバニエの降下作戦には、第一帝診断が投入され、日本陸軍最初の空帝作戦を成功させた。帝診兵方作戦終了後、第一帝診断は、宇都宮において昭和天皇の前で、降下演習、手合演習を披露した。その後に組織改編があり、第一帝診断司令部は、復帰。 各停身連隊は停身練習部の励下に戻った。この頃までに重装備を輸送できるグライダーへの期待が高まり、グライダー空挺部隊である停身第5連隊の創設などが行われた。後に、グライダー空挺部隊は滑空不評連隊に解消され、最終的に4個停身連隊と2個滑空不評連隊が機関戦力となった。空挺戦車の研究も行われ、 低身戦車隊が創設されている。支援航空部隊としては、輸送機の低身飛行船隊2個とグライダーの滑空飛行船隊1個が整備された。この間、1943年6月には、東部ニューギニア内陸のベナベナ攻略への投入が、検討され、第一低身団が動員されて、ペリリュ島やウェワクまで進出したが、実施には至らなかった。その後、 同年11月にスマトラ島へ移動してインド国民軍へのパラシュート効果教育を行いつつビルマ戦線への出撃の機会を伺ったが1944年7月に日本本土へ帰還した1944年秋にレーテ島の戦いが始まると11月末に陸軍挺身練習部を廃止して飛行士団に準じた事実上の空挺士団である 第一停心集団が編成された。二個停心団と二個滑空風評連隊、停心飛行団など、陸軍空挺部隊のすべてが連続する建前となった。もっとも、すでに一足先に動員された第二停心団は、ルソン島に進出済みで、その後も第一停心団が、本土に、残置されるなど、停心集団としてまとまって運用される機会は、なかった。 対戦後期の戦闘で、停戦部隊は、飛行場を襲撃して、敵航空機を地上撃破するための戦力として、使用された。冷手島の戦いでは、第二停戦団が、高千穂空挺隊と称して、冷手島の飛行場軍への空挺作戦を行い、一定の成果を上げた。沖縄戦でも、停戦第一連隊から抽出した、岐列空挺隊が、 アメリカ軍占領下の飛行場へ強行着陸してコマンド作戦を行った。そのだただし隊員率いる第二県部隊も海軍空挺部隊と共同でマリアナ諸島の飛行場、原爆貯蔵施設を襲撃する県合作戦に参加予定だったが実行直前に終戦を迎えた。沖縄へのグライダー降下作戦も計画されたが、これも同じく実行前に終戦を迎えた。 このほか、正規の空挺部隊ではないが、高砂義勇兵による、カオル空挺隊が、レーテ島で、強行着陸を試みており、こちらも、儀列空挺隊同様に、義合作戦と呼ばれている。残存部隊は、通常の地上部隊として配備された。ルソン島の戦いでは、2個滑空風評連隊を、機関戦力として第1停戦集団が、投入されたが、約半数は、 海上輸送中に失われ、残余は、クラーク飛行場軍の守備隊として壊滅した。敗戦後、停戦部隊と共に、日本陸軍は解体されるが、新たに創設された、陸上自衛隊においても、空挺部隊の編成が模索され、1954年に、キヌガサ春、オスモトリ軍少佐を長とする、第一次研究員20名が、 アメリカ陸軍の指導により落下山降下訓練を開始した。この第一次研究員20名こそが大戦末期に旧陸軍の停身部隊において教育途中であった元停身兵であった。翌1955年、キヌガサイカ第一次研究員らの元臨時空挺練習隊が創設され、希望拡充、1958年に第一空挺団が編成された。 第一空挺団創設に日本陸軍及び挺身部隊の関係者が深く関わっているこれらの経緯から陸自空挺部隊の事実上の前進は旧陸軍空挺部隊と目されまた第一空挺団においても旧陸軍空挺部隊の伝統を継承するものと公言されているベッド落下山投下される物量箱から各種武器や装備を取る挺身兵 左奥には99式軽機関銃が見える。降下後に100式火炎発射器を手に取る停身兵1941年11月の停身第1連隊の編成。総員773名。不評連隊と異なって、大体結節を持たない、小規模の連隊で、連隊長は少佐である。実質は、不評代隊に近いが、機関銃中隊を持っておらず、 最初から各中隊に分属されている。1943年9月の改編後の定身第3連隊、定身第4連隊の編成。大体結節がないのは変化がないが、重火器中隊が設けられて火力が増している。総人員は816名。なお、編成時の定身第5連隊はここに挙げた連隊と、同規模の不評大隊1個のほか 重火機大隊からなっていた。これは、低身集団直轄となる予定だった、三方中隊、速射砲中隊、機関砲中隊を仮に編入したものである。滑空不評連隊も、低身連隊と同様に、大隊結節を持たない小型連隊である。類似した編成であるが、パラシュート効果ではなくグライダー着陸によるために、比較的長射程の重装備を有している。 総人員は八百数十名。パレンバンに降下する定心部隊1942年、パレンバン空挺作戦には、定心第一連隊が投入される予定であったが、移動途中で輸送船、名工丸が発火事故を起こして沈没し、装備を失った上、パラチフスが体内に流行したため、定心第二連隊が交代した。二月十四日、停心飛行船隊。 第12輸送飛行中隊、飛行第98戦隊、飛行第64戦隊、飛行第59戦隊の支援で、停進第2連隊からなる、第1停進団、約400名が降下し、オランダ軍守備隊と戦闘、結果、パレンバン大油田とロイヤルダッチシェルの製油所、及び飛行場2箇所をほぼ無傷で制圧した。原油を中心とする、資源地帯の確保は、 日本の太平洋戦争開戦理由の一つであり、陸海軍の南方作戦における最重要攻略目標である東アジア屈指の三与チパレンバン油田と聖油書を確保した低進連隊の活躍は目覚ましいものであり、日本国内においてその戦果は翌日の大本営発表第192号にて以下のように発表された。大本営発表 2月15日午後5時10分。強力なる帝国陸軍落下山部隊は2月14日午前11時26分、ランイン最大の油田地たるスマトラ島パレンバンに対する奇襲効果に成功し、敵を撃破して飛行場その他の用地を占領確保するとともに、さらに戦火を拡張中なり、陸軍航空部隊は本作戦に密接に協力するとともに、 すでにその一部は本15日午前同地飛行場に躍進せり。終わりこれはマスメディアなどでも大々的に宣伝され、また後に公開、発表された映画、軍歌と合わせ、空の新兵、陸軍落下山部隊として国民に広く知られるようになった。1942年3月9日。 ジャワ作戦は終了し、停進団はビルマに前進を命じられた。参加部隊は、停進第1連隊、停進第2連隊の、第3中隊及び修正隊からなり、第1連隊長武田少佐が指揮を取るとされた。同年3月19日に、プノンペンを列車に乗って、出発、4月8日に、ラングーンに到着。配送する敵軍を包囲するためラシオに部隊を、 降下させ、追撃していた第56師団と攻撃し、包囲撃滅しようとした。しかし、降下の時期と航空機の輸送能力の問題で、過小戦力を投入することに、上級司令部は躊躇していた。飛行隊の集結はやや遅れており、4月23日に、第5飛行師団司令部に定戦団幹部が集まり、空挺作戦の具体的検討を始めた。 低身飛行隊は5月5日頃に、トング飛行場から出撃しらしようを吸収する計画であった。第56師団の進撃速度は速く、準備不足のまま27日か28日に、決行する予定であったが、第5飛行師団長オバタエイリョウは29日の、決行を命じた。この作戦は、パレンバンと違い脱出すべき目標がなく、 退路を遮断できる金曜地形が付近にはなかった。このため敵に混乱状態を正規させるため敵部隊が所在していそうな場所に降下させる計画であった。結構日の29日朝に部隊は出撃するも悪天候のため引き返した。この際に一機が山中に墜落、一機は片方のエンジンが故障のまま飛行したが着陸寸前に墜落した。 第56師団は同日正午に、ラシオに突入しこれを占領した。ルソン島、クラーク飛行場にて、出撃準備中の低神兵レーテ島の戦いにおいて、第2低新団が、地上総攻撃と交応して、レーテ島のブラウエン飛行場軍を呼び、タクロバン飛行場、ドラッグ飛行場への空挺攻撃を実施した。手合作戦と命名され、飛行場を一時的にでも制圧して、 多合輸送船団を間接支援することが目的であった。1944年12月6日、低身第3連隊主力と低身第4連隊の一部が、ルソン島から発進した、低身飛行第1戦隊と低身飛行第2戦隊の一部などにより輸送されて、パラシュート効果及び強行着陸を行った。以上の第一次攻撃の参加兵力は、 空挺兵約460名、輸送担当が、輸送機35機と重爆撃機4機、援護機の重爆撃機13機と戦闘機30機以上、軽爆撃機若干などだった。降下した高千穂部隊は、付近を防衛していたアメリカ軍第11、空挺手段と空挺兵同士で交戦した。若干は飛行場に突入して航空機の破壊に成功したが、 海上輸送も、地上総攻撃も失敗したため、敵飛行場への空挺攻撃も、打ち切りとなった。出撃待機中だった高千穂空挺隊の残部444名は、レーテ島西岸オルモック湾に上陸したアメリカ軍の迎撃に振り向けられ、低身第四連隊長に率いられて、バレンシア飛行場などの日本側支配地域に、パラシュート降下した。第一次降下で、 輸送機の多くが失われていたため、12月8日から14日に分散せざるを得なかった。多数の機関単銃などの優秀な装備を活かして、オルモック地区での防衛戦闘や、第35軍司令部の護衛などに活躍した。生存者の主力は、第35軍司令部の霊手脱出に付き添い、到着した先のセブ島の戦いやミンダナオ島の戦いに加わった。なお、 レーテ島に降下しなかった残存人員や地上要員は主にルソン島で第十四団の指揮下に入りこちらも高千穂部隊と称してバレテ峠の戦闘に参加した一部はネグロス島に空輸されて第102四段不評第77旅団の指揮下に入りネグロス島で戦ったルソン島の戦いにおいて滑空不評第二連隊を主力とする 第一停進集団が、クラーク地区飛行場軍の防衛部隊として、地上戦に参加した。すでに制空権確保の困難から大規模な空挺作戦の見込みはないことから、輸送機の大半は残置されたほか、第一停進団や第一停進戦車隊も、日本本土に残置された。さらに、滑空不評第一連隊主力などは、空母、 運流での進出途上で撃沈されてしまった。クラーク地区の防衛部隊は、塚田中将を集団長とする、兼務集団に編成されたが、大半が陸海軍の航空部隊であり、第一定新集団は希少な正規陸戦部隊として、中核に据えられた。重装備のアメリカ軍に、正面から対抗することは所詮困難で、短期間の戦闘で、兼務集団は突破された。 残存兵力は、山岳地帯に交代して消耗しつつ、終戦を迎えた。停心公平隊主力は、停心集団と離れて、バギオ付近で戦闘した。出撃前に握手を交わす、ギレツ空挺隊の奥山隊員と、スワベ隊員停心第一連隊の抽出自認を、機関に編成され、第三独立飛行隊所属の97式銃、爆撃機12機で、 沖縄のアメリカ軍飛行場への強行着陸を試みた。少なくとも1機は突入に成功し、アメリカ軍機や飛行場設備に被害を与えた。降下後に装備を整え展開した、低止兵。100式火炎発射機や99式軽機関銃を保持している、1式落下山を装備して降下する低止兵4、式落下山を装備した。 低身兵一式貨物輸送機に登場中の低身兵降下訓練機として使用中の97式輸送機輸送機内の低身兵降下する低身部隊空の新兵の興奮サメアラム1942年共同低身連隊にて志願兵たちが一人前の低身兵になるまでの訓練の様子を記録したドキュメンタリー映画である 空の新兵陸軍落下山部隊訓練の記録が公開された。さらに、同作の同盟主題歌である空の新兵は日本軍落下山部隊、特に低戦部隊を歌った軍歌として大ヒットし、戦後は事実上の後ろ身である陸上自衛隊空挺部隊である第一空挺団に受け継がれている。また、同年には鶴田五郎の新兵パレン版に降ーを筆頭に、 スーの戦争絵画が描かれ発表されている。軍歌ではこのほか陸軍落下三部隊の歌、応答は戦争陸軍の歌で、挺身部隊及びパレンバン空挺作戦が歌われている。特筆に値する点としては、1944年公開の加藤武雄中佐律飛行第64戦隊を描いたセミドキュメンタリー映画、加藤春戦闘隊では、 パレンバン空挺作戦の模様が実際に、共同挺戦連隊、共同挺戦飛行戦隊協力のもとに、撮影されている。戦後は1963年公開の映画、パレンバン奇襲作戦、1969年公開の映画、アー陸軍ハヤブサ戦闘隊などで、挺戦部隊が描かれている。なお、史実のパレンバン空挺作戦では、 主力輸送機である100湯と一式化湯が投入されていたが、加藤春戦島隊では、後方の共同部隊を利用しているため代わって、訓練機たる97湯が用いられている。歴戦で散った英霊を祀る、帝神神社が1944年、宮崎県カラセバルの陸軍帝神練習部構内に設置されたが、戦後 GHQ により消失。1949年、 連平城跡地に混流された川南五国神社に合祀された。1971年、第一空挺団が駐屯する奈良市の中屯地内に、全日本空挺同士会により、空の新兵の像が混流された。1963年、川南五国神社境内に、空挺落下三部隊発祥の地位渋みを混流。1991年、 後世に記憶を残すため、空挺戦友会、全日本空挺同士会、遺族により、川南五穀神社に、空挺部隊一万有余の英霊合子の由来、石踏みが混流された。このほか第一停心飛行団司令部跡である、ニュータバル基地敷地内には、空挺可否の石踏みがある。ありがとうございます。